ウィンドシンセサイザードライバーリリコンは感楽器を模した電子楽器の一種である。リリコンは1970年代に米国で開発されたアナログシンセサイザーを用いた電子楽器で感楽器と同様の吹奏楽器である。リリコンという名称はアメリカのコンピュート音社固有の商品名でリリカルコントロールの造語。 コンピュートオン社は1970年2月にアメリカのマサチューセッツ州ハノーバーにおいてビルバナーディとロジャーノーブルによって設立された1973年10月23日にはリリコンの特許を取得1974年からリリコンを製品として販売するものの苦戦を強いられアメリカの大手楽器メーカーであるセルマー社と提携して 販売を行うことになった。電子楽器で一般的なキーボードによる演奏とは異なり息遣いと唇の締め方による繊細な演奏が可能だったが高額でセッティングが煩雑なこともあってあまり普及せず1981年にコンピュートオン社が倒産して製造中止になった。現在は中古品が取引されるのみである。後にヤマハが コンピュートオン社の特許を買い取り、ミディ企画に対応した WX7 を開発した。赤いプロフェッショナルなどでも、ニール・スタイナーの EB、ウイのライセンス製造を行った。その他にも D&K 社が、アドバンストプロオーディオデザインズウィンドシンセサイザーという、リリコンによく似た楽器も発売した。これらの種の楽器を、総じて、ウィンドシンセサイザーと呼ぶ。リリコンはリードを持つ。 感覚器であり、形状はクラリネットやソプラノサックスに似ているが、リードは発音体ではなく演奏者の唇の圧力をリップセンサーに伝える役割を果たしている。リードは樹脂製のものが付属しているが、市販のテナーサックス用のものを加工しても使用可能。またキーも電気スイッチであり、一般的な感覚器のように穴の開閉を行うわけではない。 さらに吹き込んだ息の圧力を検知するブレスセンサーがついている。リリコンは管の末端から伸びたケーブルでシンセサイザーに接続され、リップセンサー、ブレスセンサー、キーの状態の情報を元に押し、レータからの発信音を加工して演奏する。一般的なセッティングとして、リップセンサーの情報をビコ、ブレスセンサーの情報を VCF とビカ。 キーの状態をビコに入力することでシンセサイザーの音源を感覚器のアーティキュレーションで演奏することができる。セルマー社と提携後のコンピュート音社から発売された製品はの3種類。当初発売されたリリコム I、リリコン2には音源として専用のシンセサイザーが付属しており独特な味わいのある音色が得られた。後に 当時の一般的なシンセサイザーを外部接続するためのインターフェース付きコントローラーとしてシンセサイザー音源が付属していないウィンドシンセサイザードライバーが発売されたリリコンを多用していた当時のミュージシャンはジャズフュージョン系のサックス奏者であるトム・スコットウィンダム・ヒルレコードに所属していたシャドウ・ファックスのチャック・グリーンバーグが挙げられるトム・スコットは スティーリーダンのワ氏のペグでリリコンを演奏している。日本ではザスクエアのサックス奏者伊藤岳氏が使用したことで一躍有名になった。伊藤岳氏はリリコンやウィンドシンセサイザードライバーのほかリリコンの代替品となる時け感マイナス1という独自のシステムも導入していた。リリコンを使用したザスクエアのナンバーになどがある。ありがとうございます。